see? 見て。ラットってマウスでしょ？そう。お、oh, マウス。ラット。Wow! Every morning.どうも、ゆうたです。今日はですね、2年ぶりにかがやんで夜に戻ってきたんですけどもね、僕がね、前住んでた家がね、すごい変わってて、ちょっとね、すごいことになってたんで、ちょっと今日ご紹介しようかと思いまして動画を回しております。ということでね、家がね、ちょっとこちらなんですけど、いつの間にかね、家がサリサリストアに変わってました。前回のですね、謝罪動画でも申し上げましたけど、この家はうちの嫁さんのお家になりますね。はい。で、ここに住んでるのは嫁さんの家族なんですけど、まあね、なんかサリサリストアにしたいって話は聞いてたんですけど、まあまあ立派な感じで。ちょっと待って、ちょっと待って、これ何、これ何、これこれこれ、うん、ちょっとこれあなたじゃないの、これ漏れる、漏れる、これあなたでしょ。はい。何やってんのこれ。あー、チケット、なんていうか、トラベルイントア。はい、 WC トラベルイントアということで、うちの嫁さんはですね、いつの間にか、飛行機のチケットの販売をしておりますので、日本からフィリーまでの飛行機チケットをお買い求めの方は、うちの嫁さんにぜひね、ご連絡いただければ、もしかしたら安いチケットが手に入るかもしれません。ということで、まあとりあえずね、チケットの話は置いといて、こちらのサリサリストなんですけど、おい、シャルビン。はい、皆さん、覚えてますか?2年ぶりの登場、シャルビンです。なんか、あれですね、サリサリストアの店長やってますけど、売れてますか？マラメブランベンタ、ちょっとだけ、ちょっとだけ、あんまりあんまりマイナスじゃないかい、借金してないか、大丈夫か。リムシャードモルディバダオマイナスネダオネダオあのポノソオタン、あ、わら、ない、大丈夫だよ、借金ないって。じゃあちょっとね、せっかくなんで、この内側に、ね、入りたいと思います。これも何それ、オイル、オイル、酢、ビネガー、酢とかオイルとか、あとお米は、お米、お米は、そしてちょっと中にね、入ってみたいと思います。はい、ではちょっと2年ぶりにね、我が家、まあ俺の家ではないけどね、サリサリストアの裏側に潜入してみたいと思います。こっちはプライベートなんで、ちょっと今日はダメです。ということで、ちょっとサリサリストアの裏側ね。はい、シャルビー。Hello。 おい、ロングタイムノーシー。ロングタイム。うわ、なんかすごいね、なんかサリサリストアの中初めて入ったけど、垂れてるな、いろいろ。どれ、これ、これが一番売れてんの？コーヒー、コーピコ、フィリピン、これが一番売れてるらしいっす。あ、これね、あの激山の。フィリピンスタイルストール。あー、これ大丈夫、これ。すり下がってるけど、このバン。服も売ってるじゃん。オーストレイズ。ネイモン君。そう。寝巻きとか、寝巻き。あー。売ってんな。パジャマ。パジャマ。シャルビン、これ売ってんの、これ。ちょっと待って、待って、待って、待って。これはダメでしょ、これこれこれ、これ何、これじゃがいも、これ完全にダメじゃん。これもうあれでしょ、ただのディスプレイかな、これもう土の中に入れて、もう土の中に入れて今から新しく作る。イラゲームドサのサロパ、これ売り物じゃないでしょ。へぇ、こんな感じなんだ。巣がある、巣。あ、これね、これこれこれ、上にあるよ、これこれ見て、巣、酢、あ、これも酢、はい、ココナッツの酢。お、めっちゃ金持ってる、うん、愛だ。うわ、金持ち、ちょうだい。Thank you, thank you。はい、OK, for you。ごと。イエーイ、ポケットに。金がすげえ。ゲット、ゲット。少ねえな。少ないすぎる。こんだけかよ。少ないすぎる。1,2,3,4,4,510ペソ。550ペソぐらいしかない。全部で1200円か300円ぐらいしかここにない。
Mo chito ipay kasi de yo. Dapat daw mas ano pa? Dapat mahalinan pa daw dagdagan. Medicine. Kasi ni motel. Medicine. Kasi motel. Motel. Kasi rutin da. This is a price. Ah,自由だな。さすがフィリピン。ドラッグストアにもあるね。マイキット、ドラッグストア、ドラッグキット。コロンビーフ and サーディーンズ。おお、腹が減ったらここから取って食べれるね。うん。そっか、なんかちょっと新鮮だな、こんなサリサリスターの中って。はい、ではね、オーナーのシャルウィンにこのサリサリスターのなんか問題がないかっていうのをちょっと聞いてみたいと思うんですけど。なんか問題ある？大丈夫？メロンバランプロブレマイトスストア。うん。メロン。We have a problem here. プロブレム？何何何？The rats. The rats. あ？あ、ちょっと待って、お客さんが来た、お客さん。ご飯。ウェイティスワイプ。売れてます売れてます売れてます、じゃあ改めましてもう一度、質問したいと思いますけど、何か問題はある？大丈夫？ここの運営は。マイロンカバダオン、マイロンのプレマディトヨン、あの、オレッ。なあ、ラッツ。ラッツ。ギナカオンにやね、ギナコアン、カダボンタグ、カダボンタグ。Oh, see? 見て。ラットってマウスでしょ？そう。マウス。ラット。Wow! Every morning. あ、いつもの朝で、なんか、あの、ここのものは、なんか、ネズミに食べられてるって。今なってたのがあった。で、夜でアタックするからね。ちょっと待って、今これ上から撮ったやろ、これ。そう。ネズミここ来てるってこと？そう。わぁ、汚ね。で、今な、シャー。だから、ま、最初はこのマイロとコーヒーとかはだいたいそこの上にここに入れてるよね。ここ木だから結構広いよね。ネズミのぶこう歩けれるから、この紐に変えたんだって。そしたらネズミここまで来れんやろうと。でも結局あっちの木がいてここから頑張ってここまで来るんよね、ネズミ。こんな何でミロマイロでマイロだけ狙われてんの？甘いから。あとメルクもある。お汁あったでしょ、メルクポタツ。うん、だからさっきトロと打った時に全部落ちたのよ。さっきしかもアクションギバレンデレもったいない。メルクとマイロ甘いものを取られ食べられる。アクションギバレンデレケイセマイネまあね、フィリピンマジでネズミ多いしね、まあ、ゴキブリも多いけど、やっぱね、ちょっとそういうの気をつけなきゃいけないですね。じゃあこれ紐じゃなくてさ、もっと細い紐に変えないといけないね。うん。まあね、2年ぶりに戻ってきてね、ここがサリサリストアになって、あのネズミの被害という問題はあるみたいですけど、まあなんとかね、借金もなく運営してくれてるんで、まあいいのかなと思います。僕もね、資金援助全くしてないし、まあどうでもいいかなっていう感じで、あのしっかりね売り上げてくれればいいかなということですね。はい、ネズミの問題がねちょっとね僕もすごい気になるんで、なんか僕がここにいる間にちょっとここをこう改造してね、あのネズミ被害がなくなるようにしたいなと思います。カガヤンで夜滞在中はね、このシャルウィンもねちょくちょく動画に出てきますんで、今後とも皆さんよろしくお願いします。ということで、ではまた次回。バイバーイ。